ってことですね。あと、まあ、未成年が来てセットアップにあってしまったことも怖いですし、あといきなりホテルとかですね、ご自身の部屋で会わないってことですね。で、海外事業業務の方、ブロガー、アカウントの変更、ブログ名の変更をどうすればいいんでしょうか、ことですね。まあ、ブロガー、まあですね、ブロガーとしてですね、結構、まあ、これ細かくブロガー自体についてのご相談なんですけども、まあ、そもそも一般的なブロガーですね、ブログで食ってるっていう人なんですけど、ブログ飯ってよく言葉がですね、日本でも一時流行りましたけども、ブログだけで食うっていうのがどんどん難しくなってるなと個人的に感じます。で、まあ昔からですね、ブログだけでですね、月何百万も上げてる人はそうそういなかったんですよね。で、やっぱりそれぐらいの収益、月年数千万とかですね、稼いでる人はメルマガだったり公式 LINE ですね。ただ公式 LINE もですね、バンの条件がどんどん厳しくなってますね。稼ぐとかで